休憩前に引き続き会議を再開いたします。議案第96号令和2年度明石市一般会計補正予算第7号を上程議題に供します。ただいま上程されました議案は本日追加提案されたものでありますので、これより提案理由の説明を求めることにいたします。議案の朗読は省略いたしますのでご了承願います。泉市長。議長。泉市長。議長泉。ただいま上程されました議案の概要をご説明申し上げます。今回追加提案いたしました議案は補正予算議案の一件でありまして、新型コロナウイルス感染症対策として高齢者のインフルエンザ予防接種の無料化のための経費および PCR 検査体制の充実にかかる経費並びに小中学校の修学旅行が中止された場合におけるキャンセル料の補助にかかる経費の追加を行おうとするものであります。以上、今回ご提案いたしました議案につきまして、提案の趣旨等をご説明申し上げました。何とぞ意のあるところをお汲み取りいただき、ご審議の上、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げる次第であります。提案理由の説明は終わりました。それでは議案に対する質疑に入ります。通告を受けておりますので発言を許します。辻本達也議員。議長。辻本達也。辻本議員。日本共産党の辻本達也でございます。ただいま議題となりました議案第96号令和2年度明石市一般会計補正予算第7号について質疑を行います。1点目は法定予防接種事業についてお聞きいたします。本事業は65歳以上の市民および60歳から65歳未満の心臓、腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有し、当該疾病単独で身体障害手帳1級相当の方を対象にインフルエンザ予防接種を無償化するものと理解しています。今年度の当初予算事業説明シートによると、法定予防接種のうち高齢者インフルエンザ予防接種は対象者数78,612人、接種者数37,891人、接種率 48.2% を見込んでいます。本案で計上された事業費は6600万円でありますが、これにより市が想定する接種者数、目標とする接種率についてどのようにお考えか見解を問います。また当然多くの方々に予防接種を受けていただくべきものと考えますが、そのためには対象者に対しどのように周知するのか、特にこれまで定期的に接種してきた方々以外の対象者に対しいかにして知らせるのかが課題であると考えます。お考えをお聞きいたします。加えて法定予防接種事業の対象とならない市民のうち、強い免疫抑制を伴う薬物療法により治療中の患者やがん治療中の患者等についても対象に加える考えはないか見解を問います。2点目、新型コロナウイルス感染症対策事業についてお聞きいたします。本事業については新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたクラスター対策と帰国者接触者外来における行政検査等PCR 検査体制の拡充にかかるものと認識しています。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発出の7月15日付事務連絡によると、新型コロナウイルス感染症の検査に関し、感染症法に基づく行政検査の対象を1、新型コロナウイルス感染症の患者、2、当該感染症の無症状病原体保有者、3、当該感染症の疑似感染者、4、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものとしています。この中で、特に4、すなわち感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについて、特定の地域や集団、組織等において、関連性が明らかでない患者が少なくとも複数発生しているなど、検査前確率が高いと考えられ、かつ濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にあると認められる場合における、当該地域や集団、組織等に属するものとされています。ここでいうクラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況については、各保健所の判断に委ねられていると聞き及んでいますが、明石保健所としては、当該判断基準についてどのように考えているか、検査対象を広げた場合の体制についてどのように考えているか見解を問います。また、同事務連絡においては、新型コロナウイルスにかかる PCR 検査や抗原検査は、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況を踏まえ、医師が患者の診療のために必要と判断して行った場合は、症状の有無にかかわらず保険適用となります。なお、保険請求にあたっては、診療報酬明細書の適用欄に、医師が個々の患者について検査が必要と判断した医学的根拠を記載していただくこととしております。とあります。これは、医学的根拠がない場合は保険適用とはならないことを明示しているものと思われますが、本事業における行政検査については、そのすべてが保険適用なり、個人負担を発生しないものと考えてよいか、見解を問います。次に3点目、学校園指導事業についてお聞きいたします。本事業は、小中学校において、新型コロナウイルスの感染者が発生し、予定していた修学旅行が中止となった場合に、そのキャンセル料を補助し、保護者の負担軽減を図ろうとするものと認識しています。そもそも修学旅行については、できる限り中止することなく、行き先や日程を変更するなどして、可能な限り実施するものとして、ご尽力いただいているものと承知しておりますが、この先どうなるか予想が困難な中、状況次第では学校として中止の判断をしていない場合でも、急遽保護者の判断で児童生徒が不参加となることもあり得ると考えます。その場合、キャンセル料については本事業の対象となるのでしょうか。それともこれまでの風邪など急病等による欠席や自己都合によるものと同様に、保護者がキャンセル料を負担することになるのでしょうか。その取り扱いについて、市教委の見解をお聞きいたします。感染対策部長。久保田感染対策部長。感染対策部長でございます。私の方からご質問の議案第96号令和2年度明石市一般会計補正予算第7号についての1点目および2点目につきましてお答えいたします。
1点目の法定予防接種事業についてでございますが、今回の補正予算議案として提出いたしました法定予防接種事業に関しましては、新型コロナウイルス感染症対策として高齢者のインフルエンザ予防接種の無償化にかかる経費でございます。想定する接種者数につきましては約4万2000人を想定しております。その内訳としまして、当初予算では今年度の見込み対象者数約7万8600人のうち、過去の実績より接種率 48.2%、 接種者約3万8000人、そのうち8割となる約3万人が有料接種者、残りの2割の約8000人が無料接種者と見込んでおりました。今回従来有料であった接種者が接種費用を無償化することにより約3万4000人、1割強増加すると見込んでおります。接種率は想定する接種者数が約4万2000人といたしますと 53.5% となります。一方、今期のインフルエンザワクチン供給量につきましては、平成27年度以降最も多い供給量で、昨年度の使用量より 12% 多い約6300万人分が予定されているところです。接種にあたりましては、厚生労働省からは新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、ワクチンの需要が高まる可能性があること、インフルエンザワクチンについては65歳以上の方、60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障害のある方、または人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方が予防接種法に基づく対象者となっていることから、ワクチンを必要とする方に行き届けるため、法定予防接種の対象である65歳以上の方等を10月1日から接種開始とし、10月26日から医療関係者や65歳未満の基礎疾患を有する方、妊婦、乳幼児から小学校低学年2年生の方々までインフルエンザワクチンの接種を希望される方に対して接種ができる旨を呼びかけることとしております。またそれ以外の方につきましても10月26日以降は接種をお待ちいただくことはないとしております。本市におきましても明石市医師会を通じて医療機関へ呼びかけることにより、高齢者、基礎疾患を有する方などリスクの高い方につきまして接種する機会を逸することがないように、必要な方へワクチンが行き届くように呼びかけてまいります。市民の方へ周知するための取り組みとしまして、広報明石や市ホームページなどによる広報に加えて、医療機関でのポスターの掲示や高齢者施設などでリーフレットを設置してまいります。なお、がん治療中の患者等の予防接種につきましては、それぞれ医師の判断によるところでございまして、本事業につきましては予防接種法において定期接種の対象者となる方を対象としております。法令の定める対象者以外への本事業の対象を広げることにつきましては考えてはおりません。2点目の新型コロナウイルス感染対策事業についてでございますが、新型コロナウイルス感染症を診断する PCR の検査は感染症法に基づく行政検査として行っており、その対象者は新型コロナウイルスの感染患者、当該感染症の無症状病原体保有者、疑似症患者のほか、新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由があるものとされています。その正当な理由についての考え方でございますが、令和2年8月18日付事務連絡で示された新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査 Q&A の中で、特定の地域や集団組織等において関連性が明らかでない患者が少なくとも複数発生しているなど、検査前確率が高いと考えられ、かつ濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にあると認められる場合における、当該地域や集団組織等に属するものと示されました。これまで明石保健所では、例えば高齢者施設や学校、保育園、企業などにおいて陽性者と接触した時間や人と人との距離、部屋の広さ、窓を開けたり強制換気をするなど適切に換気が行われているか、マスクが正しくつけられているか、食事や休憩